さあやっていきましょうか。バイオハザード。どこにいる？いや本当それなの。どこなのよ彼。しくじっちまった。ってか迎えに来てくれよ。あーいいですよ。私おじさまってことなんか避けるのよ。暗くない？ちょっと気のせいか。中庭の先の武道場だ。そこで待ってるからね。武道場でも武道場でもさ多分ねあんな武道場でさ虫がわしゃわしゃうわーってなってるところ見たらさ多分あれここじゃなかったよなってそういうの多分気づくんじゃなかろうかと思われるんだけどいかがだろうかね。ここは特に大丈夫かな。で前回からちょっとねまあこういう状況なんだけど前回からいろいろちょっと待ってねこれ今出ちゃうかな。あ出てるね出てるけどまあまあいいや。はいすみませんちょっとあの自分のパソコンの明るさ調整をしておるというところでなんかここら辺ピコピコって出てきてる。まあそんなことは気にしないでください。めっちゃ出てるやん。そうでハンドガンもないからねこれだけで挑むしかないよね。はい全もうなねどのくらいのパートかちょっとわからない状態になってるけどさもうだいぶあれだよね。えぐいことなってるよねもう PC がね。今日はでもまともにあーダメだねやっぱりダメだね。うん全然思ってる方向に向いてくるんだ。うわぁ。鍛えすぎじゃない？まあね、体脂肪率ね、男性の場合だったら 10% を切ってきたりとか、女性の場合だったらなんぼだろう、15から18% くらいかな。切ってきたところでね、とんでもない血管がね、ピカッて出てくるからね。うん。よいしょ。オープンセサミー。さあ、ナイフクリア。もうナイフクリア。は、もう。はるか昔の話になっちゃってるけどこんな暗い中でもサングラスは外さないスタイル2人。さーて敵が出てくるんだけどここは果たしてどうしよっかね。うわー合ってる合ってる。あれちょっと待ってすげえ暗くなったな。ワンワンオー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 。えあれ違うね。待って。あ、こちらこちら。こっち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 ライス。おーおお、いたのか。おお、あ、ちょ待って、ちょ。あ、誰だ。あ、当たってるんだけど。当たってるのに全然、え落ち着け。ガンパウダー。で、そんなことはどうでもいいですけど、血管で思い出したけどさ、なんかちょっと前にさ、あの、JBBF っていう団体がやってるさ、あの、フィジークの大会で炎上した件あったじゃないですか。皆さん、知ってる人は知ってるかな？うん、僕あの、あ、ちょっと待って、なんかさっきからさ、同じ道を行ったり来たりしてんだよな。ここ、あ、あった。そう。あ、ここ、このやつ行ったっけ？やったー！貴重な食料ゲッチュ。そう。で、僕なんかもう、やることって言ったら、このバイオをやるか、もう、暇があれば、あの、筋トレ系 YouTuber を見てるか、そんな感じなんですよね。で、その、アクトレっていう選手っていうか、まあ、YouTuber というか、うん、まあ、元シルクロソレイユの人が、まあ、フィジック大会出ましたっていう、そういうのが、6月の18の大会だったかな、なんか大分でやったって。で、それがなんか、なんて言ったらいいんだろう、その、大会に出るのって、なんかサーフパンツを履いて、で、まあ、あの、上半身の、まあ、体のバランスの良さっていうのを、まあ、競うみたいな、そんな感じになってるんですよね。あ、違う。そう。で、まあ、それはいいんですけど、それはいいんだけど、やっぱ要は、公共の場？あー、こいつ、こうなったらめんどくせえな。公共の場以外で、その、衣装っていう、まあ、要は上半身裸で出るなみたいな感じのことがなんか、あって、で、それが、なんか大会が終わった後に、その運営をしている団体のなんか、インスタグラムの方で、なんかそんなことするなんてありえねえ、がっかり、解散の注意をアナウンス何回もしたのに、みたいなことをなんか、インスタグラムの方に。せーべーれーじゃっダブレッ生きてる、まだ生きてる、ギリギリ生きてる。なんか声明で発表、声明があるある声明だ、声明とは言えねえよな。ふいよし、ほらよし、OKOK、勝った俺の勝ちっていうのがあって、いいさ。で、まあまあ確かに、で、それでまあかなりの炎上して、もうやっぱりこいつはダメだとかね、なんかもうあのルールも守れないよ、大会に出すんじゃないよって
なんかそういうなんかまあ自称正義の味方の人たちがなんかいろいろべちゃ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 叩いてたっていう事件があったんだけど、事件あれ、あれ、なんて言ったらいいんだろうね。どっかいる？あれ？てかなんか久々にこんな暗かったっけって思うけど、画面の明るさの問題じゃなかったっけ。あいって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 登ってる最中にそれやんのダメじゃない？おい、どこ行った？おじいちゃんが相手して、あ、おじいちゃんじゃねえよ。よし、これ忘れてたから今取りに帰る。でもそれはいいや。なんだけどさ、まあそういう、まあ確かにルールとして提示されてたかどうかっていうと、まあ僕はなんか見る限りはなんか明らかにその何、会場の外で裸になるなみたいなことの明記っていうのが当時はまあ見つけられなかったっていうのがあったんですけどね。だから僕からすると運営がもうちょっとしっかりしろよっていう話で、僕が観客だったりとか他の選手の立場だったらとしたら、なんか当時の対応、まあ一時対応を見る限りは運営がダメだなっていう気がしたね。別にアクトリさんの肩を持つとかそういうわけじゃなくて、アクトリさんのやったことはまあ結局禁止されてるんだとしたら、まあ良くないっていうことも明らかなことだからさ。なんだけどさ、アナウンスでしか注意しませんでしたとかって、まあそのアナウンス聞いてないのが悪いんでしょっていう見方もあるけど、でもなんかすごいね。おーおー、いっぱい来てる。はい、来て来て。うら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 、ていていっ、あれどこ行った？あ、いたいた。もうね、あのね、まともに操作ができない以上はね、こうするしかない。ほいほい、あ、あれあれ、ちょちょちょ、あれ、あ、くそ、ほい、遅いわ、こう行きゃ。向こう側行ってるし、そうね、だから注意なんかもなんかね、あの会場の外ですごいアクトルさんが自身の思いを熱く語ってるシーンなんかっていうのが、まあいくつな、あのめちゃくちゃ長くあったわけですわ。っていうのがあったんだったら、それをやってる最中に直接注意をしなさいよっていう話と、なんか直接のその攻撃文を出すのとかであれば、なんかインスタでなんかすごいね、あくまで個人の感想ですみたいな感じのね、どっからひどい来たんじゃないけどみたいなね、そんな書き方っぽくされてたんですよー。怒り、あぶねえ、こいつ、あいててて、お前アシュリーに手を出すな。足は出していいよ。早いな、こいつ。あー、やばい、固まった、わけわかんないことなってる。アシュリー、あれどこ行った。ててほら、ちょ、もう黙れ、お座り、くせ、待て、直接注意すればいいしさね。えで、あともう一つ言うと、あの抗議文がなんかインスタのなんかさ、がっかりだよとか、なんかね、あの再三注意したにもかかわらずとか、どれだけ大変だったか分かってんのかみたいな、なんかさ、そんななんかあの中学生の叫びみたいな感じの状態になってるわけですよね。だからそうじゃなくて、正式にこういうルールでしたと。で、それを守らなかった選手がいますので、今後その方の処遇については、再度検討して、まあ、公にしたいと思いますというね、ルールが提示で、それはなぜダメなのか、でどういう対応をして結果守られなかったのか、でそれに対して今後、団体としてどういう対応をするのかっていうことをちゃんと発表しなきゃいけないのに、それの前になんか中にいる人、団体さん、その運営団体さんの誰かわかんないけど、その人がさ、がっかりとかさ、あの再三注意、アナウンスしたのにとかっていう、そういうこと言ってから、そうじゃないでしょっていう話なんだよね。それはなんかね、あの団体としてはちょっとお粗末すぎませんっていうのが個人的に思った次第だったっていうところだったんです。それはパンチされるわ。あー、お前顔隠しやがって、この野郎。オッケー、あれ、あ、抱かれてる。おはようございます。やめてよ、して触らないで、赤がつくから。あんたなんて嫌いよ、ケツも見たくない。今片付ける。あ、ちょ、今たほい。で、どこ行った？おいでおいで、燃える、
わあ、燃えるめっちゃいっぱいいるー、いっぱいいるねー。こっち来る？こっちには来ないんかーい。全然来おへんや。来ない？本当に？あまり散らかしてるけど。じゃあもうここ別に帰ってくる必要もないから、いっか。じゃあこっち行きましょう。行きましょう。うん。行きましょう。うん。と思うけどね、僕が観客とかだったらさ、そんな、さ、例えば、アクトレじゃない選手をさ、応援してたとしてさ、そういうルール、ま、破った人がいます。で、その人が4位で、で、本当は上位入賞できたかもしれない。うん、5位以下の選手を応援したとしたら、1個でも順位が上がるっていうね、そういう、やっぱ、ちょっとしたその成績の差異とかっていうのが出てくる人であれば、うん。祖国、ね、そういった、まあ、危険じゃない、なんで失格扱いにして、で、ちょっとでもね、順位を上げるとか、そういうのをやっぱり考えたりとかするから、そういう意味ではね、うん、運営側がダメなんじゃないって思うけどね。何やってんだよって思いますけど。ここは食堂らしい。ま、ちょっと喋りながらだったんでね、あんまり。気がめるね。あ、座ってくれて。まあ、ちょっとね、やりながらなんかな、ちょっとあんまりうまく喋れてないけど。レオン、レオン、当たりを引いて、当たり引いて、ま、本当細かくもっと喋るとね、いろいろ突っ込みどころはたくさん出てくる運営の対応だったなっていうふうに思うんだけど、まあこうそこはね、だね、まあ結論、そもそもルールを破らなければ、ね、こんなことはなかったと思うけど、そういうね、やっぱね逸脱した人ってね、どうしてもね出てくるからね、まあそいつがね、アクトリさんがね逸脱したっていうこと自体はもうアウト、いやそれは間違いないこと。なんだっけ、ま、その逸脱した人が出てきたときに、まあ、果たして運営側がどういう対応をするのかっていうことに対して言うと、ルール云々っていうしっかりとしたなんか作られたものではなくって、単なる感情で先走ったっていう対応が僕は、終わってるなっていうのは、自分もねイベントとかさ、セミナーみたいなものでね、自分が講師でベラベラ喋るだけじゃなくて、登壇するだけじゃなくて、あれですよ、運営もしたことがあるからさ、そういったそのルールにそぐわない行動をした人に対してどういう対処をすべきかっていうことは、まあまあ再三勉強させられてきたっていうところがあるので、それを踏まえると今回はどうなんだろう運営って思っちゃったわけなんですよねっていう、なんかまあベラベラなんか愚痴っぽいことを喋ってたらね、こんなところまでやってっちゃいましたっていうことだったら、なんでやねん、青メダリオン、オッケーということなので、えぐい改造ができるぜ、ウェルカム、ウェルカム、これが欲しかった、備えあれば憂いなしってやつだ、我ながらほんと見事なお出たぜということでございますんで、そしたら一旦ね、この辺りで、パート終了とさせていただきたいというふうに思います。何がお望みだ？すごい、ぬるっとした感じで終わりましたが、まあまあ大丈夫かな。あ、ちょっと来いよ、ウェルカム。ちょっと待って、アイテムボックスじゃないよ、こんな、なんだっけ、忘れちゃった。どんなブツも大歓迎だぜ。で、特にいらないものは、ショートライフはいらないね。ここら辺、サブマシとか、ここら辺いらないですね。で、あとは、ガンパウスとザイエル、ここら辺はいるから。いつも食うならいい。手間して食うにゃいりゃいい。いや、ほんと、勝負は私もそう思いますよね。なんか汚いよね。なんか汚いんだよな、スーツケースな。うん。心が乱れてるのと一緒なんだよ。あ、やった。プラスコーナー。やっと？で、これもちょっと、そんなところかな。はい、じゃあね、今回もね、以上とさせていただきます。なんかぬるっと終わった感じだったんですけれども、最後までご動画ご視聴どうもありがとうございました。またね、次回パートでお会いできたら幸いです。なんで離れてるの？そばにいろ。そばにいてください。わかった。そばにいたいよー。はい。ではですね、以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。